さあやってまいりました、エクストラカード解説。本日はこのカード、ダブルドラゴンエネルギー。このカードはドラゴンポケモンにしか付けられず、ついている限り全てのタイプのエネルギー2個分として働くと。ドラゴンタイプ限定ではありますが、全てのタイプ2個分のエネルギーになるということで、スタンダードのカードで表すとオーロラエネルギーとツインエネルギーを足して2で割っていないようなバケモンカードです。当時スタンダードでも最強だったドラゴンポケモン、アルセウス&ディアルガ&パルキア GX も、このエネルギー1枚で高校1ターン目から追加効果ありのオルタージネス GX を打つことができますし、技のタイプのせいで使いづらかった海流部位のドラゴンゲールも、ダブドラ1枚とちょっと頑張ればすぐに250ダメージを出すことができます。さらにはエクストラ界最強のヒエクドラゴンポケモンであるウルトラネクロズマも、このエネルギー1枚とプラスアルファさえあれば、滅びの輝きを打ててしまうようなヤバすぎカードなので、ぜひ使ってみてくださいということで、また次の動画でお会いしましょう。